今回もですね、まあ、ドラムスがない人のためのリズムの、勉強として、4way コーディネーションをご紹介していくんですが、まあ、前回のこの、トリプレットロールというのがありましたけども、それの、まあ、進化版といいますか、ベースバージョン、コンセクティブエイツという、パターンで、まあ、こういう16ノーツのトリプレットパターン、これも、一緒にご紹介します。まあ、この楽譜の感じでいくと、Right、トリプレッツが間に入ってくる。という、こういったパターンですね。これを、まあ、スイングしながらやってみましょうという感じです。つまりこんな感じでありますね。こうトリプレッツと書いてあるんですが、こう楽譜を見て、気をつけてほしいのは、この16トリプレッツがこう間のこの2音のみにこう線が入ってるんですね。なのでこれでは、まあ、この3つ3音がトリプレッツパターンになるので、まあ、少し跳ねていると、といった感じでこうドラッグに近いパターンになるので、ここが気をつけるポイントであります。なので皆さんもですね、こういった楽譜に惑わされない楽譜をちゃんと見てですね、やってみてください。それではまた次回お会いしましょう。